昔から小京都と呼ばれる平野高山は人口6万の小都市ですが、落ち着いた町並みと伝統の工芸品とで広く知られた町、そしてもう一つ高山の味も独特の伝統を持つ優れたものとして評判です。中でも老舗の各省の精進料理は全国にその名も高く、今は10代目の若主人が由緒ある味を伝えています。精進料理ですからもちろん材料は山の幸ばかり、もっぱら手の込んだ調理法をさりげなく見せながら秘伝の味を楽しませる趣向。そもそも精進料理は遠く飛鳥時代に中国から仏教とともに伝わったのですが、その後今からおよそ380年余り前、隠元禅師によって広く一般化された味です。江戸時代文政年間に入ると文人墨客が当時江戸随一の名のあった八百禅の精進料理を大いに推奨したことがありました。その頃各省の初代高右衛門という人がその味に感激、家業の刀鍛冶を辞めて八百禅について料理法を学んだのがこの店の始まり。その後二代目も三代目も八百禅に学んで味を深めたとか。もともこれはこのお店のパンフレットの受け売りですけれども、一日の営業時間は午前11時半から午後3時までという短い間、しかも全席予約制というシステムですが、文学者や有名人などが大いに宣伝してくれるので毎日なかなかのにぎわい。300年の歴史を誇る庭を眺めながらいただく今日の献立は、前菜としてはゼンマイ、くるみに焼きおかべ、お豆腐のですね、その他みたらし小芋、しめじ、吸い物、くるみ豆腐、ひだそばなど盛りだくさん。由緒と風情とを楽しみながら味わう高山の精進料理、ご満足いただけましたか？